はい、皇居公園に来ました、現在地ここです。なんか岩がありますね。それでここが名護湾、名護湾です。ちょっとあの名護湾のビーチを行ってみたいと思います。あ、雨が降ってるんでちょっと砂が濡れてますけどね。わー、結構大きなビーチですね。岩場があって、もうサンゴとか結構落ちてます。聞こえますかこの音すごい綺麗な音がする。シャラシャラ、サンゴのなんかシャラシャラした綺麗な音がします。サンゴはあの水槽で見ると動いてます。目の前で見るとあのイソギンチャクみたいにね、動いてるんですよね。だからちゃんとした生き物なんです。卵を産むって言いますけど、はい。ここにもサンゴがたくさん。普通海に行くと磯臭いじゃないですか。あーすごい、シャラシャラサンゴの音が。海に行くと磯臭いんですけど、あの沖縄の海は全然磯臭くないんですよね。それでこの通りあの透明で、底が見えるじゃないですか。これはね、多分なんですけど、あのサンゴの浄化作用があるからこの通り海が綺麗で、あまりゴミが混ざってない。それで匂いも全然磯臭くなくって、あの海にいても磯臭さが残らないんですよね。わ、丸い石面白いですね。はい、親子で散歩してるのかな。あ、なんか川になってて流れてきてますね。砂浜がね、北海道の砂浜は真っ黒なんですけど、沖縄のね砂浜はね白かね、この通り黄土色してますね。白いところは本当に真っ白というか白さが強いんですけど、わあ、シャラ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 サンゴの音が。はい、ここは名護湾です。今ね、ブセナ、まあ、ブセナという場所らしいんですけど、ブセナ海中公園に行って海の底に、潜ってみようと思います。あ、なんかあそこ遊具がありますね。子供が遊べる遊具なのかな、あれば。
遊具があります。なんか子供が遊べそうですね。ボートもあって、この通りボートがあって遊具があって子供が遊べそうなとこですね。はい、あ、楽しそうですね。子供が来ても楽しめるような、ビーチになってます。で、泳ぎに来たんだ。泳ぎに来た子がいますよ、水着着て。あの、泳ぐにはね、このぐらい曇りの日の方が日に焼けないし最高なんですよね。わー楽しそう走ってる走ってる。楽しそう。このぐらいのね、あの沖縄の海水はねぬるいので、実際に言うとね、北海道のね温水プールよりね海水があったかいです。生ぬるい。なので天気の悪い日でも全然泳いでも、あの全然寒くないです。大人の方も水着で泳ぎに来てますね。楽しそう。ブスネ海中公園。海中公園。はい。じゃあこちらの駐車場ご利用ください。あ、はい。で右奥の方案内書あります。あ、はい。申し訳ない、ちょっと検温させてください。はい。はい、申し訳ございません。OK です。はい、行きます。はい。